津岩記事本末、エンクルルは、中国南宋初期の歴史学者、政治家、字は、木中、西山先生と称せられた、研修研案件の出身、1163年に紳士となり、1171年に霊部士官となり、大官におもねるということがなかったため、地方に出され、雲州方岩、研修教授を歴任、芝光の史実岩を愛読し、 書かれている事件を理解しやすくするため記述の定裁を変えて、図眼記事、本末四十二巻を編纂した。三期政治であった、京吉重がこの蝶高想に剣じ、高想は可能した上で東宮などに与え、エンクルルを体操聖母とした。ふとふ進むに、国信編集を兼ねていた際、同郷であるショートンの電気を作るにあたり、ショートンの子孫に殉職することを求められたが、 断固として断った。また、電中侍吉の霊予行を断劾したこともある。大理小京、甲部次郎、国古関西主を経て、根井高カ史時期に、遊文殿、おさむせんとなりさらに、高領府地府となり、吉政を施し、領民に感謝された。津岩記事本末の後世への影響は大きく、洋万理、小学誠に称賛され、四個定用では読みやすいことでは、 前古の未見と評された。エンクルルが採用した、歴史記述の方法は、昭和記、春秋刺し伝類始末幼中郎、高層通関長編記事本末などでも倣され、民進時代では、表チンク国船、創府みのり事本末、超明成聖記事本末、理由等、良識記事本末と、金府実の事本末、鎮国船、原式記事本末、谷を対 民識地本末のように流行を見た。家に蔵書が多く、他に、疫学作品、収益便院などの著書がある。ありがとうございます。